どうも、マヒーです。はい。今朝ですね、中日が今年楽天を戦力外になった山下敦嗣選手をですね、獲得調査していることがね、わかりました。山下選手はですね、2010年ドラフト1位でソフトバンクに入団したんですけど、あんまりね、出場機会に恵まれず、まあ2017年オフにトレードで楽天移籍して、まあ楽天は2018年チーム全体がね、苦しい中で、まあ山下選手が存在感をね、出したんですけども、まあ今シーズンは8試合の出場にとどまって、まあ今シーズン戦力外通告をね、受けたんですけども、まあ中日は左の代打としての、として期待しているのと、まあ山下選手は、まあ、本職はキャッチャーなんですけども、それ以外にも一塁や外野も守れるということで、まあ守備固めとして獲得するのではないかなとね、思うんですけども、そこで今回ですね、山下選手が中日に移籍したらどんなね、成績を残すことができるのか検証したいと思います。こちらが山下選手の能力。ミートが F25 で不安だが、肩は B と高めである。ちなみに走力が C となかなかの走手と期待できるのではないだろうか。ということで、今回は山下選手を1年間キャッチャーとして入れることに。果たして山下選手はどんな成績を残すことができたのだろうか。中日は2位だった。81勝58敗。首位とは 6.5 ゲーム差。A クラスには入ったものの、やはり巨人の壁がすごい厚いようだ。そして投手成績は防御率、失点数、被安打数、基本塁打数、四死球はリーグ最少に、これが2位になったきっかけになったであろう。だが一方の打撃陣は得点数、本塁打数はリーグワースト。1位の巨人に比べて、かなりの打撃部門での差が目立った。そして気になる山下選手の成績は、打率1割5分より、ホームラン0本、打点20、12盗塁と、打率を2割切る結果に。だが、盗塁が10個以上だのは驚き。山下選手はどちらかというと、守備固めの方がいいのかもしれない。